東京競馬場第5レース出走メンバーの登場です。メンペリュー東京2歳新馬芝の 1800m 出走メンバーは18頭フルゲートで行われます。1番トップマジェスティ芝 B マジェスティです。デリー戦の馬体重は464キロ、鞍上は田辺裕信、2級量55キロです。2番ミネンスイング父はウェイカバの馬体重448キロ宮崎東京55キロ。3番バニーテイラー父はシルバーステート馬体重430キロ馬田龍に54キロ。4番シューラグランデ父は当選上段馬体重が452キロ、戸中裕太郎54キロ。そして5番チェルミート父はロードカナロア馬体重が464キロ、内田博之54キロ。今コースに入ります6番エフカミニ父はエフカメイが510キロ、クリストフルネール55キロ。7番サトノクローネ父はアースクライン508キロ、戸崎啓太55キロ。8番マイラック父はオルフェール馬体重434キロ、ミルボレルード54キロ。9番サルサロッサ父はエスケンテリアです。馬体重が448キロ、武藤宮に54キロ。10番マインデさんは父がオルフェール馬体重482キロ、石川由紀と55キロ。11番サンセットクラウド父はディープインパクト馬体重450キロ、福永祐一55キロ。12番オールステソード父はラブリーで502キロ、長野武蔵51キロ。13番ビワクニ父はハーリンジャー馬体重が468キロ、丸田京介55キロ。14番バックスクリーン父はスクリーンヒーロー512キロ、三浦康生55キロ。15番ディアーミー父はハレンブラックヒル514キロ、横山和夫55キロ。16番マイネル・アガスティ父はスクリーンヒーロー馬体重が488キロ、柴田大地55キロ。17番フロックス父はシルバースレート馬体重が462キロ、大野拓也54キロ。18番ヤマニ・フラミンガ父はジャスタウェイ馬体重が496キロ、伊藤拓馬55キロの騎乗です。今日2クラブの新馬戦芝の 1800m18 頭馬戦発走までお待ちください。